はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もフォールアウト 4DLC ぬかワールドやっていこう。前回から動画外であったことをまずさっくりと説明しよう。前回の動画の終わりにスターコアを、ギャラクティックゾーンの外側にあるスターコアを全部探してくると言ったはずだけど、まあ無理だったね。見つかった数が全部じゃなくて、外側で3つ見つかって、で、屋外で6つ見つかった。でも、屋外あと1つなんだけど、どうしてもこれが見つかんなくて、見つかんなかったんだけど、このクエストの概要をよく読んだら、コア20個見つけるか、ロボットと警備を始末するの、どっちかだから、全部探す必要なかったかも。まあ、ある程度集まったから、きっともういいはず。こっちにね、発電所を見つけたんだけど、ここ中制圧して発電所に入ろうとしたら鍵がなくて入れなくて、鍵見つけないとぬかワールド全体の電力を供給することができない。だからギャラクティックゾーンで見つけたパワーアーマーが手に入んないんだけど、周辺散策してたら意外とパワーアーマーたくさんあって、これ防具同じだね、同じやつだ。2体見つかっててちょっとね潤ってるけど、こんなにパワーアーマーあったってしゃあないな。じゃあギャラクティックゾーンにまた行って集めたストアコアを埋めてこよう。あとこのぬかワールドでもいろんな人にお話ししてたらね、なんかマスコットキャラ集めてきたらね、いいものあげるよって言うからね、じゃあまずとりあえずこれかぶってくれってことで変なメガネもらって、いや帽子外したくなかったな。今髪の毛がねファーハーバーに行った影響でおかしなことになってるからまあそんなことないんだけど、しばらくねこんな格好でやってっか。で今ねぬかコーラクアンタムがあった。いただき。ほんとね、ぬかコーラアホみたいに溜まるんだよな、この世界。じゃあ、ギャラクティックゾーン行くか。さあ、やってきた。スターコントロール。まあ、だから、ぬかワールドの電力をなんとか供給できない限り、このなんか かっこいい、青いパワーアーマーは手に入らない。まあ、でも、スターコアは集めきったと思うから、つけて、ここで、こことここで、こっちにもつけて、これ足りるかな。ぬかコーラがあって、あと10個もあったっけな。つけて持ってない持ってない、5個足りないが、ここのね、まだね、ここの別のアトラクションにもね、スターコアがあるそうだから、ロブコバトルゾーンでどこ行くか。で、なんかログ発見。イングリッドと一緒にスターコントロール、そしてギャラクティックゾーンの新しいロボットを起動してから3週間が経った。今朝早くにヌカトロンの作業をしていた時、ガキどもがサーストサッパーを持ってやってきた。もちろん外に出していた工具はソーダまみれになっちまった。ヌカトロンが固まって、そのガキの確信したよ。ガキは軍事用プロトコルを作動させた。みんな死ぬとな。結局スターコントロールが異常を感知して見つける必要はなくなった。ヌカトロンを自動的に停止させた。神よ、やっと分かりました。武装したロボットをパークに置くのは異常だと今でも思いますが、私が知る限りこのスターコントロールはすごい。でもスターコアを失って今こんなことになってるけど、ここバトルゾーン、ヒーハー。さあスターコアを回収しちゃおう。ロブコバトルゾーンへようこそ。お席にお着きください。次のショーはちょうど5分後に始まります。やっぱりロボットがいるのね。あ、ロボットがいるのね。やっちゃおう。ステルスアタック。バレてる。オカマロボット。オッケー。おっと。ハッキング。これ、ハッキングできるのはいいんだけどさ、起動して操ることできないのか。
れてダメだもんな。意味がない。実に楽しかっただよな。なんとかハッキングできるんだから操れればいいのに。まあ、だけど結構クラフトにいいアイテムを持ってやがる。じゃあこいつもこうやって、あの近接武器攻撃のね威力が上がるっていうねアイテムをねその辺で見つけたりしたからね、ハーベスターも強くなってるかも。まあ、デリバラー弾減ってるな。この辺を、この辺も動くんだろうな。これ解除。やった。開けて、さあスターコアが、スターコアない。ヒューズがあった。ここは6つあるんだもんな、全部で。ないね。この辺倒しとくか。これも。OK。今ね、装備、この激重だったこのアサルトマリンアーマーをね、超軽量に全部改造したからね、だいぶ荷物の容量に余裕ができた。そしてアクションポイントもね、早く回復しやすくなってる。なんだろうな、これは。劇場なのか。裏手にスターコアが、プロテクトロンがいる。と、こっち。アッツをバンバン駆使するぞ。ね、エイムを 100% 合わせてくれる、この神機能。弾減ってるから、リボルバー。いや顔ひどいなこれ。髪の毛もひどいし。おスターコアあった一つ、ね、戦前のお金がね結構ねあるからね、この辺お金にできるな。ぬかグレープ、アドバンス開けちゃう。うん、うん、あ外か。別の出口解除して、これが入ってるやつか。空のボトルもね、ぬかコーラ結構置いてあって。あ、フューズも落ちてる。この辺全部きっちり集めたくなっちゃうな。でもそれだけで動画終わっちゃうから。裏手こんなところか。こっち入るか。スターコアはないか。お、2つロボット倒しちゃう。ん、あれ、レディース&ジェントルメン、しまったぞ。準備はいいかな。最高のアクションの始まりだ。ま、自ら待て、あ、ゲージワープしてきた。スリリングなバトルの始まりだ。はめられたぞ。準備はいいかな。究極の場所で最新のロボットの戦いが始まる。さあ始まりだ。ロブコバトルゾーン、じゃあかかってこい。こっちにはバッツがあるぞ。さてリングに入場するのはロブコギャラクトンだ。最先端のレーザーテクノロジーを使い、ギャラクトンがアイボットをさっさと片付け、ほらギャラクトンなんて楽勝だ。OK。 アイボットも来てる。はい、あ、24% で当たったな。見つけましょう。強力ナバトロンとの1対1の対決の時間です。でもゲージも強いからね。 OK。 インベーダー OK。まだ来る。見たことないやつ出てこないのか。おっと。オッケー。
こいつ若干強い、ノバトロ。オッケー。まだ来る。皆さんお待ちかねの戦いです。最先端のロボット工学の粋を極めた唯一無二のロボット、ロブコスペース。あ、セントリー。あー、でも普通にいけるかも。リロード。おー、突進してる。おー、痛い痛い痛い。オッケー。おー、爆発する。このセントリー大昔戦ったな、パワーマーのミニガンで。まだいる下。なんて戦いだ、本当なんて戦い。楽しんでもらえたかな。ユージョンコア、下の階のドアから退出してください。ロブコのギフトショップで今夜の戦いの思い出になるお土産をぜひお買い求めください。ロブコバトルゾーンへの来訪ありがとうございます。誰も見てないが。まさかだと思うけど。ん？え、もう来ないでしょ。まさかだと思うけどね、平和な時のここのテーマパークでこんなコロシアムみたいなことしてたわけじゃないよね。スターコアいただき。あと3つあるぞ、ここには。スペースセントリーブレーカー。これ下いけない。どっから出ろって言ってたっけ。あ、こっちも空いてるのか。こっちね。あーら、なんでこんなとこに詰まってたよ。さあ、フュージョンコアが美味しい。どんどん溜まってく。この誇りの多さはここしばらく誰もいなかった。この辺の素材も全部いただいて。ここは開く？会場。素晴らしい。オッケー。さあ、太めの人がいて。ないか、スターコアは。あ、ヌカコーラビクトリー。弾。スターコアはない。キャップ箱。ここにもあった。あ、これで自爆開始とかできたのか。ん、鍵があった。役に立つか、この後。ここか。あれ、戻ってきた。戻ってきちゃったぞ。あれ、あと2つあるはず。これか？ここだね。と、こっちも開けて。おお、ありそう。ターミナル。これだ。あと1つ。まあ5つ揃ったからもうなくてもいいけど。あった。OK、全部見っけた。このターミナルなんだ？受信トレイ。ロボットを用いたエンターテインメントをやってたのね。さあ、戻ろう。なあ、ボス、聞いてもいいかな。ん？どうした？もちろんだ、ゲージ。ああ、実は髪の毛。俺はあんたとここのところ一緒にいろいろやってきた。あんたは欲しいものを手に入れるのに躊躇しないし、誰にも邪魔させない。それに大抵のやつより根性は。俺が考えているのはその理由なんだ。一体何がそこまでさせるんだ。それは操作主次第だけど、そういう話じゃなくて、自分のやりたいことを何でもするのが好きなだけだ。
自分のやりたいことを何でもするのが好きなだけだ。そういう生き方はいいよな。殺されない限りは。このクソったれの世界は人をぶちのめさなきゃやってられない。最初はみんな不利なカードが配られてるからな。だが大抵はバカだからそれに気づかない。このクソみたいな人生をどうにかこうにかやっとのことで生きてる。油断して捕まえられるその日まで毎日苦しんで生きる。だがそれだけだ。やがてそのまま命の灯火は消える。うん、それが多くの人にできる最善の選択だ。それが多くの人にできる最善の選択だ。いや、それは違う。あ、違う。バカだから世界をありのままに見られないんだ。立ち向かえるだけの根性がない奴もいる。だが気づいてる奴もいるよな。世界がどうしようもなく行き詰まってることに。だからそいつらはすぐに全てを手に入れようと決める。酒に薬に金、その方法なんざ気にしちゃいない。実際他の奴らから奪ったら支配者にでもなった気分になれるだろう。実のところただの勘違いだが、そして間抜けなレイダーども、欲深くて刹那的で馬鹿げた間違いをした挙句死んじまう。わざわざ殺されようとしてるような奴もいる。お前はどうなんだゲージ。お前はどうなんだゲージ。どんな人間なんだ。自分で思うにはそのどれでもない。連中は皆頑張りすぎてるか努力不足か無気力だ。だがあんたと俺は違うんだ。自分たちが手にするべきもののために戦うことと暴走することの線引きができてる。あんたはどうだったか知らないが、俺は早いうちにそいつに気づいた。よくある穴蔵の居住地で育ち、両親もいたのは恵まれていた方だろうがな。親は負け犬だった。長年レイダーに搾取されていた。生きながら得るために持ってるものは何でも差し出すのを見てきたんだ。ある日銃を持ったひよっこに怯えてる両親を見てて気づいた。俺はこんな風に終わらないと自分に誓ったんだ。それで家を出た。12歳だったかな。どうでもいいことだ。クソな世界の仕組みを理解するには十分だった。そしてゲージはギャングスターに憧れたのだっていう感じなのか。こいつはそいつは勇敢だったなゲージ。そいつは勇敢だったなゲージ。地獄だった。生き残るのが精一杯でな。だがしがみついてたらあいつらと同じになる。数年は転々とした。食い物を得るためにどんな仕事でもやってなんとか暮らした。キャラバンの使い走りをしばらくやり、ガラクタあさりをして居住地の雑用もやった。ただ何をやろうとも一つだけ絶対に変わらないことがあった。レイダーが来れば誰もが従う。奴らは欲しいものを奪い去っていく。そういうものだった。自分が本当はどこに向かっているのか、それに気づくまでさほど時間はかからなかった。次に連中が来た時に俺は合流した。それから長年かけて上を目指して今ここにいるってわけだ。今はあんたと組めて全てが報われた気がする。ん？くどく？くどく？くどく？組む？ここでやっているのはそれだけか。参ったなボス。わからない、つまり一歩ずつってことか。この調子で続けるってことでどうだろう。それでどうなるか見るってことでいいか。さ、クソったれを殺しに行こう。オッケー。ね、レイダーはやっぱりねそういう連中なんだ。一部は海外の地で戦っている兵士たちを援助するために寄付されます。さて、スターコアを全部埋め込んじゃおう。じゃあゲージはヨッシーもちゃんといたけど、そういうレーダーに怯える生活が嫌で一人で飛び出したっていう、まあ勇敢な男だね。好感度も上がってるっぽい。さあスターコアつけて、ここここと、これとこれ、よし。でメインフレーム、これで保護する。コンティニューでいいかな。
全機能を使用するには35個必要なのか。あ、じゃあ保護をするだけなら20個でも大丈夫。スターコアネットワーク、うん、20個だね。防衛モード、あ、もう起動してる。ショーケース、じゃあもういいのかな。あ、ロボットの防衛モードを解除しないとそりゃ暴れまくるか。オッケー。ギャングを配置するか。おい、どうしたボス。なんでもない。わかった、ボス。上、ギャングどうしようかな。なんか平等になるように可能な限りみんなバランスよく振り分けても、どっかが文句言ったらおしまいだしな。どうした、どうしたゲージ。どうしよう。この5つのパークを全部1つのギャングに振り分けるっていうこともね、しようと思えばできちゃうし、とりあえず、まあ、1つずつ渡していくか、順に。ディサイプルズ、これでここは確保。OK、スターコントロール完了。じゃあこのギャラクティックゾーンは OK だね。で、あとはなんとかスターコアを探して完全に修理しないといけないけど、それは動画外でなんとか探そう。じゃあ、そうだ、動画外で、マーケットの人に、もう全員殺してしまえって、マッケンジー・ブリッジマン、なんか医者だったと思うな、この人がヌカワールドのレーダーを始末すると、始末した方がいいって提案してきて、まあ、とりあえず保留だ。じゃあ、グランドツアーの続き。ここやったから、じゃあ今度、キッティキングダム行ってみよう。キッティキングダムは、観覧車あるとこか。そうだね。さあ、ここがキッティキングダムだ。ペロペロキャンディー刺さってるし、なんか奥の方にお城も見える。というわけで、じゃあ今回ここ、ここまでにして、次回、このキッティキングダムを制圧してまた領土振り分けよう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。